はい、ということで、今回はね、OH、まあ、新年度になりました、ね、私たちも芸歴9年目になりました、ね、まあ、OH 稽古の新体制も2年目に入りました、うんね、ということで、今回はですね、OH 稽古、やっぱなかなかチャンネルの登録の伸びがちょっと遅いなと。まあね、もう少し伸びてほしいな。そして1000人がやっぱり一目標じゃないですか、うん、お金が発生する1000人、はいはい、まだまだあと300、400ありますんで、ここからね、どうすれば、1000人達成できるかとかね、ちょっと話し合っていきたいと思います。そして、まあ、視聴者の方にも、もう OHK もっとこういう風にした方がいいんじゃないんですか、これじゃダメなんじゃないんですか、もう OHK のね、まあ、視聴者のね、まあ、優しい皆さんね、コメントぜひねよろしくお願いします。 OHK もう何でも、結構です、書いていただいてね、大野さんいらないんじゃないですか、もうそういうの結構でございます。いいんだ、何でもいいです、結構です、本当に何でもいいので、このね、OHK をより良くするための会議に参加してください、よろしくお願いします。ということで早速、まあ、議題に入りたいと思いますけども、はい、はい、まずじゃあ僕からですね、OHK の視聴回数の、まあ、まあちょっと開きが正直あって、企画ごとに、うん、実は開きがあって、ガチトーク、はいはい、私服ファッション、はい、あと芸能ニュース、うん、あるじゃないですか、こういう決まった、うん、もうなんか大体決まってますよね、はいはい、これは毎回やりますっていう、うん、こういうのが視聴回数がいいんですよね、そうなんだ、はい、まあ、だからやってるんだろうけど、ね、まあ、定番化してるかな、定番化してるから、こういうのが視聴回数良くて、逆にちょっと遡ってみてください皆さん、フェンシングありましたね、あのフェンシングの僕の競技のコントですよ、競技のコント、ね、フェンシング、ああいうのがちょっとバズる時とバズんない時の差が激しい、はいはいはい、はい、要するに何ですか、かっぱ寿司とか、まあ、かっぱ寿司は良かったです、かっぱ寿司私5回ぐらい見てるから、かっぱ寿司は良かったです、あれは。だからその開きが激しい。じゃあ皆さんにお尋ねしたいんですけども、この定番化したのを毎回放送していくべきなのか、それともやっぱり違ったものをやっていった方がいいんじゃないか、まあ、視聴回数が低くとも、まあ、例えばフェンシングの、ね、まあ、フェンシング、ああああみたいなのあったんですか、ああああみたいな、はいはい、あれが今視聴回数どうなってるか知らないですけど、視聴回数がどうなってるか知らないですけど、ああいうのをもう入れてた方がいいのかっていう点では皆さんどうですか、もっと定番化した方がいいんじゃないの、なんか当たり企画を見つけて定番化してった方がいいんじゃないですかとか、いやでもやっぱりこうアクセントつけた方がいいからマンネリを防ぐためにああいうフェンシングのもありなんじゃないの、そういう点ではどうですか皆さん、まあ、そう2つで言うと、フェンシング系とかそういうわけわかんないどうぞやるのもやる方がいいんじゃないかな。なるほど。うん、まあそうだね。バラキンもそう。私もそうだね。ほら、よく腐ったものを食べてると、はい、何でもない料理を食べると。まあ、まあ、待ってください。もう俺もはいって言っちゃったけど。腐ったもの。俺も今はいって言っちゃったけど。ちょっとね。まあ例えば料理とかで腐ったものばっかり食べてるな。腐ったもの。それ。そんで、なんともない料理を食べたら、おこれはうまいってなるじゃん。そういう理屈。いや、そういう理屈、まあ、ちょっといい、悪い、まあ、いい気はしないよ。俺はいい気はしないよ。フェンシングは、まあ、腐ったものってことですよね。まあ、だから、腐ったものが、まあ、ありつつの、ガチトークが際立つってことですね。そう。ガチトークが、ちなみに、本当に視聴回数が、はあ、もう、まあ、全体では全然あれですけど、YouTube 全体で見たらね、OHK の中ではやっぱり視聴回数取ってるんで、それはなんでだと思う？ガチトークですか、やっぱりもう本当ガチトークやった当初から僕は言ってるんですけど、やっぱりトーク系っていうのはまずいいっていうのは一つあって、そうなんだ。であとやっぱりガチ、今もう視聴者
視聴者というか、まあ、YouTube もテレビもそうだと思うんですけど、うん、もうやらせとかもういやいあのなんかそういうのとかも本当求めてないというか、うんうん、もうなんかやらせでも面白いものをっていう人もいるかもしれないけども、うんうん、もう今視聴者ってドキュメンタリーが見たい、もうガチが見たいっていうのでやっぱり僕はいいんじゃないかなと。あ、そうだね、うん、でも YouTube で本当はそのあの単発の動画じゃなくてこう続く系、まあ、ガチトークですね、あれって本当はあんまり良くないとされてるんですよ。あ、まあ、そうだね。実はなんでかっていうと、全部見ないとわからない。例えば、うん、まあ例えばガチトークで言うと4本の動画に分けてとか最後言ってるんですけど、あ、はい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 、だからじゃあ3本目のだけ見て、わかんない、そうすると2本目1本目見てないから、じゃあこれはもう見ないって弾いちゃうんですよ。でもまあガチトークは視聴回数でいいわけですから、まあやっていくとは思いますけども、まあ、どうですか、そのまあ、まあ一番いいのは私服ファッションチェックなんだけどね。そうなんだ、それは何で、まあ僕はまあ口に出して言っていいのか分かるんですけど、まあ全裸っていうのは、いや本当にまあ絶対そうだと思います。そうなんだ。いや地方省、いややっぱそれで開いちゃうっていう人があんまり言いたくないですけどね、僕も裏側を。はあ、そうなの。まあタイトルとサムネで釣り上げてるみたいな感覚です。いやいやでしょ。いや本当にその初見さんが、まあ、YouTube っていっぱいいらっしゃるんですけど、あ、え、全裸で帰宅すんの？見ちゃうんですよね。で、まあ結果、まあね、分かんない、まあ結果、全裸で本当に帰宅してるんですかみたいな感じで終わっていくじゃないですか。まあね。まあね。まあだからそれ、まああとはまあ単純に私服ファッションチェックって言って、まあ見たい人もまあいるのかなとは思いますけど、ただね、それは少ないと思います。あ、僕らの私服なんでどうでもいいわみたいな人は。だからね、なんで人気あるのか分かんなかったんだよね。まあ全裸じゃないですかね。全裸なんだ。バラキさんの全裸が見たいとか。いやいやいや。じゃあ次、バラキさんなんか、OHK を良くするために、じゃあ何、まあじゃあ、てっちゃんからいきますか。てっちゃんなんかよくするどう、もっと大野こうした方がいいんじゃない、もっとこうした方がいいんじゃない、大野こうした、まあなんで大野になるかっていうと、うん、企画もほぼ僕が考えてて編集も僕がやってるんですよ。そうだね。ということは、まあその企画のに対してもそうだし、編集に対しても大野どうなんだっていうのを言えるんで、まあ、そういうあれでいくと、はい、まあ、フェンシングはまあ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 、まあ、フェンシングさっきから出てますけど、フェンシング見てない方ごめんなさいね。フェンシングっていうね、まあ、ちょっと動画の概要欄載せときます。概要欄載せとこう、それは、まあ、フェンシングね、こういう感じですってね、まあ、それはまあ、まだ大丈夫だったんだけど、はい、この、うん、なんていうの、フェンシングはオール発信みたいなところあったじゃん、はいはいはい、ありますね。だからあのそこまで打ち合わせしなくてもまあ、できたというか、うんうん、でもたまにあの、うん、大野が考えてるんだけど、たまに私発信とか、はいはい、長原くん発信みたいな、はいはい、どうしたらいいの、何をやればいいのみたいな、あれはもうちょっとあの説明とか、確かにね、ちょっと打ち合わせ不足はあるな、うんうん、OHK の悪いとこ打ち合わせ不足になる、うん、結局こっちグダグダってなってわけわからなくなってくるから、そう。だから僕がなんでその僕だけに偏らないようにしてるかっていうと、はい、やっぱりみんなの見せ場も作るべき。まあまあまあ、それはね、わかるんだけど、主役、僕だけ主役だったら全然もうそのまあめちゃイケでいうさ、岡村さんがもう本当主役だったじゃないですか、はいはいはい、でそういう感じの番組もいいんですけど、うん、僕たちはみんながもうそのスポットライト当たるっていうのをしたいんで、うん、めちゃイケでいうところのまああの淳さんとか武田真治さんとかいたじゃないですか、うん、まあ、あの人たちにもスポットライト当てるよっていう感じで、まあ、うちはねもうめちゃイケで例えるならもう極楽の加藤浩次さんとか、オアシスの光浦さんとか、まあ、そんなもう感じなんです。もう主役級ですよ皆さん。そうなんで、この2人にもスポットライト当てたいということで、まあ、当ててるんだけど、でもね打ち合わせ不足ですよ、うんうんうん、ああそれの頭の中を、そう、俺の頭の中で考えてて、いつもその LINE でね、うん、送るんですよ。それしも 2,3 秒ぐらいだもん、ね、そうそうそうちょっと打ち合わせ不足ってなりますね。じゃあてちゃん、まず一つね、それが、まあね、打ち合わせ不足っていう、
はやっぱりね、あと自分のやりたいこととかもいろいろ言っていただいて、はい、まあ、多分視聴者の数多分男の方が多いと思う。もちろんそれはそうですもちろんで男ってまあ基本的にアホだからそれ長原君が言うのね、めっちゃ面白いね語弊があるけどね、うん、まあでも基本男の方が確かにアホです、うん、まあ可愛い女の子でもいれば基本的にクリックするから、そういうことなの、うん、まあだから確かに、ね、壁の、うん、ここだね、うん、上とかにというかワイプみたいな感じで、ワイプみたいな感じで、うん、後輩芸人の許可取ってポンって押しとけばいいんじゃん。なるほどね、うん、ああそれいいっすね、それいいの、うん、だからその要はそのパソコンとかあるじゃないですか、うん、パソコンとかスマホとかで画像検索するじゃないですか、 その画像を載せちゃうと著作権の NG になっちゃう、うん、タイトルのサムネ、はいはい、でも後輩芸人で許可取れるんだったらいいんですよ、うんうん、それは何でかっていうと同じ吉本でも関係ないけど、関係ないけど関係ないし、まあいいんだけど、まだその後輩芸人がいいっていうんだったらもう著作権の許可取れてるんで、そう載せていいんで、許可をしてくれる後輩いるかね先輩とかがいいんじゃん、いやちょっとでもそれもいいと思う、それいいと思う、可愛い女の子ちょっとピックアップしてピックアップしてちゃんと権力、あそれいいっすね、タレントの、かわいそう、うん、それ一つ、じゃあもう OHK のサムネアイドルみたいな感じで、サムネに必ずこの子ついてますよ、そうだよ、この子出てますよって言ってもそれ嘘ですけどね、この子出てないですけど、まあいいですね、まあ準々レギュラーくらい、準々レギュラータイトルのサムネのみに出演するという謎の女の子がいるって感じね、まあそんな感じで、じゃあ最後ね、ちょっと自分やりたいこととかあります？まあ僕がやりたいことを OHK ってなんかやってる感じもあるんですよ。あ、一般人のオタク訪問。あ、いいっすね。一般人のオタク訪問。え、それは3人ですか？それも僕一人で行くんですか？え、3人で。あ、いいですね。ああ、でもまあ一般人さん今ちょっと。今はね複雑なんですよ、ちょっといろいろあって今言えないし複雑なんで、まあまあまあ時期が来たら、うん、いいですねそれも、うん、茨城まで行って、うん、全部一般人向きで、一般人向きで、うん、じゃあ一般人さんの家に行くっていうのを一つ、あとじゃあバラヒさん何かやりたいこととかあります？自分の、いや別にないよ、あと何かじゃあ視聴者の方からこんなこと言われてますとか何かあります？いや特にない、今はないかな、うん、現状はないっす。まあだからいや OHK にね、ちょっとじゃあ締めの言葉になりますけど、 OHK にね、不満を持ってる方たくさんいらっしゃいます、うん、コメント見てるとね、まあそのさコメントあるじゃないですか、はいはい、それって僕絶対目通してますから、まあここで名前出すのもちょっと申し訳ないんですけど、名前出しちゃダメだろ、まあ名前出しますか、名前出せよ、ある先輩芸人さんのドッキリ、ああそういうね、そっちね、はいはい、ドッキリ動画っていうのがあるんですね、うん、それに対していまだにコメントがすごい来るんです、もう一回ゲストで呼んでさ、うん、本当に謝罪しようよ、謝罪した方がいいよ本当だよ、それがあってそういう昨日ライブ一緒だったわ、そういうの、そういうのも含めて全部見てますから、まあちょっと見落としてるのもあるんですよ、例えばそのパソコンでしか出てこない、スマホの方にで、例えばその昔の動画の返信のに返信とかってくると、うん、パソコンで見ないと分かんないんですよ、でパソコンでしかも遡らないと分からないんで、そういうのは見れないんですけど、例えば今日アップした動画は、うん、その日に必ずコメント見てます、あ、はい、絶対見てますんで、まあ、もしよかったらね、この OHK の企画会議といいますか、今ねいろいろ意見出ましたけども、あ、バラヒさんの意見良かったですとか、今長原君の意見良かったですとか、そういうのでもいいんで、もう本当気軽にコメントしてください、この企画会議に参加してください、よろしくお願いします、ということでね、まあ、新年度もう9年目ですから僕らも、はい、まあね、頑張っていきたいと思います、 OHK この新体制も2年目なんでね、進化していきたいと思います、以上です、ありがとうございました。
せーでーでーでー、とろけ